1980年、福岡県北九州市、メジャーデビューを夢見て、プロを目指していた青年がいた。それが彼、前田俊一。当時18歳だった彼は、希望に胸を膨らませていた。ところが、いつしか挫折。夢は儚く散り、彼の人生の歯車は狂い出した。酒に溺れ、放蕩する日々。その挙句、大麻や覚醒剤にまで手を出すようになってしまった。そして、たどり着いた先は、精神病院。入院患者の中でも、特に病状が悪かった彼は、保護室と呼ばれる個室にたびたび閉じ込められていた。そこは、コンクリートと鉄格子。まるで刑務所の独房のような場所。その中で彼は、私の人生ももう終わりだと絶望していた。そんな毎日送っていた彼に変化が訪れた。それが後の妻となる秀子との出会いだった。彼女は幼い頃から虐待を受けていた。お酒を飲むと凶暴になる父は誰にも止めることができず、警察に助けを求めることもたびたびあった。そんな家庭環境に置かれていた彼女は、16歳の時に精神の病を発病した。病の名は、精神分裂病。その病状は様々だが、彼女は国から2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だった。そんな二人が出会い、結婚すると言った時には、親や主治医から猛反発を食らったが、彼らはその反対を押し切って結婚した。しばらくして、病状が少し落ち着いた二人に主治医から退院許可が下りた。しかし、決してそれは将来の希望を約束するものではなかった。この病気は完全に治ったという記録がありませんので、予防するために一生薬飲み続ける必要があります。ですからこれを忘れないでください。そして奥さんですけども、あなたには子供を育てる能力がありませんので、子供さんは設けない方がいいです。あなたの病気は一生治りません。こうして退院後の二人の生活が始まった。けれども幸せな時間はそう長くは続かなかった。薬なしでは夜も眠れない。薬漬けの日々。病状がいつ悪化するかもわからない不安と恐怖。暗雲に包まれたような日々を過ごす二人には、もはや何の救いもなく、いつしか4年もの月日が流れようとしていた。そんなある日、彼らに一つの光が差し込んだ。え？教会？教会に来て長い間精神病だった方が良くなったんだよ。よかったら教会に来てみない？一人の友人が教会に誘ってくれたのだ。礼拝に通い始めて約2ヶ月経った頃、二人は救われてから、初めての大きな集会へやってきた。そこで、ギターを弾くことになった俊一は、喜びのあまり浮かれていた。ギターを弾き終わり、俊一が席へ戻ろうとしていた。その時、事件は起こった。思いもやらぬ光景が
彼の目の前に飛び込んできたのだ。ぶっ殺してやるって大きな声とともに、あの小さな奥様が飛びかかってワンツーパンチで殴りかかってるんですよ。今は笑っているけど、その時はびっくりして、おい、何が起こったんだって感じだったんですけども、そしたらまあ、あの僕は結構いたから、何かさって飛んでいって、とにかく外に出したんで、でしばらくはなんかみんな唖然としてというか、ちょっとびっくりしてたんだけど、まあその後正解が普通に進んでいった。正解中に騒ぎを起こし、外へ連れ出された二人。イエス様を信じて教会に来て、ここに希望を見出してきたのに、なぜこんなことが。目に見える状況は最悪なものだった。ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。あなた方は神の器です。しっかりと教会につながりすぎなさい。そして聖霊、私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いる時に、私はあなたを完全に癒します。耳を疑った。なぜなら妻の病は再発の可能性が高く、現に今までそれを何度も繰り返していたから、現状では到底不可能としか思えなかった。だが神の言葉が語られたこの日から、確かに二人の人生は大きく変えられていくことになるのだ。お医者さんが語られた言葉っていうのは、妻の病気は一生治りませんって言葉だったんですけれども、あの時の集会で語られた神様の言葉は、私はあなたを完全に癒そうっていう言葉だったので、最初聞いた時はっていうふうにも思ったんですけれども、ただこの言葉に希望を置こうっていうふうにある意味思うことができて、確かにその言葉が私たちの希望になっていったんですね。すぐには下がれなかったこともあったんですけども、なんかある時にやらなきゃっていう思いで、眠くても嫌でもとにかく毎日予言を語り続けるということを成してきました。3週間ぐらい経った頃、こうふとこう思い返してみると、自分の中のなんか変化が起こってる。嫌なこととか、虐待されたこととか、憎んだこととか、思い出したりするだけでこうパニックになる、いても立ってもいられないという気持ちになる。それが自分の中どんなに探ってもなくなっていることに気づいて、これが癒しなんだっていうことを自分自身で確信できました。16歳で発病し、約14年間もない苦しんできた病、しかしイエス・キリストに出会い、教会に行き続け、神の言葉に従っていった時、彼女の病はわずか3週間で癒されていったのだ。信じられるわけないじゃないですか。あれだけ大騒ぎしてね、もうはっきり言って正解めちゃめちゃになる寸前まで追い込んだ方が神の器になるってね、普通ありえないでしょ。でもそういう心の弱い大変だっていう人たちが神様によって用いられるときに、本当にすごいものが表される、特別な賜物を神様は与えてるんじゃないかなというのをね、感じますね。猫さんは世の中の人と普通にやっている、しかも責任者を任されてちゃんと給料もあって社会で生きているってことはちょっと驚きでした。本当に神様っていうのはただ病気をなくすだけじゃなくて、その人に世に出ていって生きる力、戦う力を与えてくれるんだなと、ものすごく感動しましたね。もう多分生涯忘れない。これまでたくさんの患者さんを見てきましたけども、
お薬を全く飲まずに社会の中でちゃんとやっておられるのはあなた方が初めてです。あなた方は私の希望です。けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。先ほど特別賛美をしたし、God gave us victory. God 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 gave us victory.